どうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、博多駅前でございます。 JR 博多駅前です。はい、これね、知る人ぞ知るっていう感じでございます。知ってる人は当たり前なんですけどね。はい、ということでですね、300円でですね、新幹線に乗れるということなので、新幹線乗りに行きたいと思っております。それでは、はい、切符購入しました。行き品がですね、乗車券200円の特急券100円、はい、300円で購入しました。これで博多南まで行ってみたいと思います。では入っていきます。楽しみ。はい、乗り場は16番線でございます。8号編成やから短いやつが来るんですかね。南の駅に到着しました。本当ね、仮設の駅みたいな感じですよね。まあでもね、思ったよりね、人乗ってる感じですね。300円で新幹線乗ってみましたという動画でございました。確かに住宅街ですね。はい、はい、どうも、しおみんでございます。今ね、博多南駅をですね、30分ぐらいかけて駅前くるっと一周してきましたが、あまりね、商業施設みたいなのがある町ではなくて、本当に住宅街って感じでございます。お酒というかドラッグストア系のね、ディスカウントストアとか、と若干コンビニがあったり、夜だけやってるような居酒屋があったりしてるような、まあそんな感じの街並みでございました。まあね、観光客がね、わざわざ来て何かするっていうことではないとは思いますけど、のんびりとね、観光するのにはいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの駅ができた理由が、横にね、JR の待機場というか新幹線の待機場があるんですね。ですので、博多行きの新幹線が、そのまま車庫に入るといったところ時に、車庫のところに、駅作ってくれという住民の要望があって、駅ができたという経緯があるとお聞きしております。しかしね、子供たちが
喜ぶんじゃないかなと思ったりします。しかもね、300円ですからね、300円で、新幹線に乗れるというような状況かと思います。もしね、このね動画が面白いなと思ったらグッドボタンお願いします。あとね、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。またね、違う動画でもお会いしましょう。はい、しおみんでした。さようなら。じゃあ博多に帰ろう。